ロチョの前髪がこれ韓国あのシースルーバングですっけ今、うん、あなんか何年か前から、まあ、持ってのほか顔が大きく見えるんだけど韓国は顎を整形するから韓国風っていうのは全部整形した顔に似合う髪型の言い方変えたら、うん、整形した人しか似合わないあんなちっちゃい顔シースルーでまっすぐの中に顔が入ってもいいわけ整形して美形にしてるから、うん、それを引き立たせるための髪型をしてると思ってほしいの、うん